みんなもう準備 OK なんですか？君のこだわりを待ってるからっていう話。七変化みたいになってる、うん、空気が。やだな。やだよ、俺ボケできたくねえわ。いやいやいや、ボケを言ってて、振りじゃないからね、これね、本当に。自分の好きな、うん、これだってやつにしてくれよ。あ、かっけえな、これ。あ、じゃあ、帽子なしでいくわ、俺。あ、なしでいくしかないな。いや、まあ、ゴールドバーはめっちゃ持ってるんで、全然買えますよ。うん、なんで、あれ、ちょっとな、ちょっと待って待って待って、うわ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 、これあれだね。今普通にまっちゃんに挨拶しに行ったけど、いやいや、違え違え違え、完全にあの一昔前の、うん、あのヤンキーの、うん、こんなんいないだろ、デブキャラのヤンキーのやつだ。短ラン、ボンタンのやつだな。いや、短ランはちょっと憧れるじゃない、男なら、うん、クローズとかいろいろ見てりゃ憧れる時期あるでしょ。ねえ。いや、俺でも今回そのいわゆる泥棒ってことで、あ、なんかちょっとダーティーな感じを、そう、目立たないような色で、なんかあれだな、タイムカンシリーズに出てきそうだな、お前。何シリーズ？そのマスク。体育館シリーズ？何体育館シリーズ？体育館シリーズってなんだ？タイムボカンシリーズ。あ、タイムボカン。体育館のシリーズって言おう。ドワルスキーって呼んでいい、これから。じゃあ、これは元ネタちょっと調べてからでいいですか？ドワルスキーでね。まっちゃんがぼやき。そんなん知らないので、あれやん。緑のさ、うん、全身タイツの男を知らずにさ、知ってるじゃねえか。いいよ、つっちゃったからさ。お前紫のやつだよ。紫のやつ。あの、ゴリマッチョのあの、紫のやつ。違うよ。なんとかでまんねん。いや、あれ、緑じゃなかった？緑だ。緑は、あの、細いやつ。ドクさん、ドクさん。ドクさん。はい。ウィー。寄ってんなぁ。やべ、右方向いかってる。右方向いったぞ、今。あれ、まっちゃんとこ行ってる？あれ、ちょっと A ちゃんの頭にもぶっ刺さってるよ。ぶっ刺さってるっていうか、あの上に乗っかってる。おでこに、おでこについてるわ。これすげえわ。おでこについてる。目力すごいな。あー、痛い痛い痛い。俺も刺さってんだ、どっか。せっかくの帽子が。あー、俺の帽子どこやった、おい。あー、ちょっと早く。早く。早く帽子かぶって。どうだろう。わわわわわわ。見てられねえよ。見てられねえ。とか言われちゃうから、ほら。うわ、散らかってんな。今日も。あ、だからギャップだよね、あの。帽子が今あの顔の前にぴょんって出たけど。じゃあそれ今何今のふにゃっと今かぶったの。それ俺の帽子な。俺の帽子どこ行ったんだ。それ俺の帽子な。あ、でも似合うな、そっちの方。その帽子似合わない。いやいやいや。ほらほら、こっち見ても見てもらっていい。これ似合うじゃないか。やべえ、いいわ。うん、何にそっちの方が良かったかもぐらいの勢いで。そう、アパタロー、アパタローだな。やってるかも状態。で、まっちゃんもそれなりにハマってるという。皆さん行きましょう。まっちゃん、まっちゃん、それでいい。三度に。とりあえず三度に行きましょう。これで三度に行きましょう。みんなで行けたらいいね。五人でできるかな。ちょっとそこだね、謎ね。うん。まあ一回チャレンジ。できなかったら分け分けしていきましょう。そうそうそう。明るいうちにちょっと行っちゃいますね。そうそうそう。そこそこ大事だね。そうだ。一回きりのね。三度にね。よし、じゃあ行くぞい。行きましょう、行きましょう。行きましょう、行きましょう。だいたい民権団は7人まで入れるんだから、7人で行けるようにしなさいよってんだ、こんにちは。今日ちょっとお酒入ってるからラックスターなんだけど、大丈夫なんです。お口が、お口が、お口がね、お口が悪いですよ。いや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 。でもね、本当にそうだよね。せっかく7人で集まるね。4人じゃやっててもね。ガチギャングだってたくさんいるんだから、人数。4人で何しましょう。そうですよ。あ、でもこの帽子の子がいいかもしれない。ビッグバレーギャングですよ。死んでるんだけど。弱いな。なんか名前の力が弱いね、確かに。ビッグバレーギャング。弱いな。もっとかっこいい。じゃあ、なんか、ドクさん、いい名前つけてもらっていい？ちょっと俺、兆候欲しいな。大喜利みたいになるしな、それ。うん、兆候したいな。兆候してください。ビッグバレーギャング、いや、今日中に出てくれたらいいから。今日中もう、あ、今日でも12時。ええ、そういうことじゃないか、おい。それは、さすがに難しいから、もう今回で、あの、答え出してくれ。本当に変えちゃうんですか、ちなみに。ビッグバレー狩猟組合から。いや、そんなわけないじゃない。そんなわけじゃない。盗賊団みたいな。ただ、なんかちょっと、こういう遊びをするときにね、欲しい名前みたいのあるじゃん、やっぱり。やっぱりね、うちらはさ、いいよりだな、でも。そうそう、ホワイトな、ホワイトな企業だから。そういうちょっとダーティーな部分はちょっとお見せしたくないんで、
お名前を裏で活動する名前ってことですか？いや俺はみんな触れなかったよ、まっちゃん。また言ってるぐらいの感じだから。などうしたどうした、すっかりすんじゃん、そんな。ホワイトでしょ、絶対揺りないホワイトなんだから。洗ったばかりのホワイトよ。黒でも白というホワイトですよ。拭えないどす黒いのが残ってる気がするね。ちょっと君たちが何言ってるか分かんないな。いけるかな、いけるでしょ。俺しかそれっぽい格好してないやん、みんな。どうやったの？え？入った入った。入った。おお、来た。一人だな。綺麗だね。うん、一人ですね。撮る感じですね。そうですね、これ。なそれぞれが映ってる感じ、今。そうだね。一、人だけで。楽しもうじゃん。ちょ、逃しちゃいけないね。どんどんスクショ撮ってください、これ。動画中。いいな、おい。動画中でスクショ撮ったらダメなんだよね。そう、めっちゃいいの来た。動画中に写真撮ると一瞬あれだよね、あの映ってない時間出るん、違ったっけ、逆光じゃない。あでも、はい、あいいな。いやもうスクショでなんかスクショで行こう。動画撮りたかったけど出しまった、手が滑って。カピターレ出てきたよ。カピタールの名前出てきたね。服装これにしといて正解だったの。俺超かっこいいよ今。先生に叱られてる生徒みたいになっちゃう。私も呼び出し食らった生徒みたいな。単位足りなかったんだな、しょうがない。ドクさんなんか特にだよね、お前ヤンキー。お前なんだそのお前。俺あいつより年上だよ絶対。タンランボンタンで。いや靴履いてないからね、まず。そこだからそういうやつ、ね、そういうやつでしょ、その荒々しい。もう社会のバンカラみたいな感じですね。あ、警察さんいるわ。あ、撃っちゃうよ。お、やばい。どういう、でもね、とっから強盗ってつながるんだろうな。わかんない。コーンウォール、うんうん、コーンウォール出てきた。お、新しい名前だな。レビカスニオール、うん、あコーンウォールってあの財閥の、うん、あの鉄道を仕切ってるんだね。ほんとだ、出てきた名前。あ、ちょっと胸触られた今。私も、気安く。私も。手の甲で。私なんてもう、直だからな。ダイレクトで行かれたわ。その絵はちょっと見たくないね。いや、動画流してツイートするわ。やめろ。ちゃんと、モザイク修正しない。あ、触った、もう一回行ったわ。ミュートしとくよ。このちょっと触ったか触ってないかりのこの論争じゃないけど、そっちの動画に載せてあるこのチャットオフにしてないからな、多分。あ、なんかいろんなとこ複雑に絡んでんのかな。名前出てくる、うんうん、ガントンとか出てくるね。うん、イタリア人なんだ。うん、イタリアを喋ったんだ。イタリアマフィア。警団長のマテルダさんが行けばいいのかしら。私が行けばよろしいですね。なるほど。パカラパカラパカラ。あ、久しぶりこうやって民警団らしい姿見てるわ。でもね、こうやって馬で走ってるとギャングっぽいね。あー、いいね。考えてんの？どこでも行っちゃうよ。ドクさん考えてんの？どこでも行っちゃうよ。あいつ俺にぶち当たった、あの反動で柱にぶち当たったけど。ちょっと一人かけたぞ、お前。早いな、現場にも到着できないのか。このギャング荒々しい運転。荒々しいギャングだな、おい。もう道なんて関係ねえと。荒々しい男だね。荒々しいね。まっちゃん今のところトップですよ。今ね、でものとしては、ね、荒くれポイント今トップです。ああ、ポイント加算、ポイント加算、加算してるね。加算してるな。だってこの稼ぐとなると、荒くれてる方向が違う気がするけど。スマートじゃないね。スマートじゃないね。
ただ荒くれてるわ。あこの人ほら肩で風切って B ちゃんが先頭来ましたよ。そうそう、ただもうロックね、あのドクさんのやっぱ格好がやっぱり今日は一番荒くれてる。これ歩き方でもう俺設定してますもん、こうやって。私は話しかけれないわ。話しかけれない、やっぱり私が人形団リーダーしか無理らしいですね。カチカチの血染めの金ミッション怖っ。そうです、受けるかい。怖いわ。おい、受けるしかねえっしょ。いるか、この人数でいけました。ちょっと待って、やってみる。ちょっと交渉してみて。あれじゃないのこれ、あのホロン、あ、いけんじゃないこれ、ミッション情報。いけます。あ、でも話してるよ。俺も声聞こえる。放浪の人がね、行けたはず。うん、あ、聞こえないな、俺。行っていただいてよろしい。うん、よろしい。駅馬車襲撃。お、行くぞ。おい。いや、まっちゃん、まっちゃん、漬物てめえはダメだって言われた今。漬物あれ、ごめん。これ、あれだな。ミッション開始がグレーになっちゃってるわ、やっぱり。あー、ダメ。これはやめ。あ、ちょっと待って、待って、行けるのある、あるっぽい。え、あれ、誰か今抜けた、もしかして。あ、俺がちょっと若干後ろ下がったから。いやいや、違う、多分あの喋ってるから受けれないだけだ。ちょっと待って。いける。よし、いける。お、来た。お、来た。お、来た。NPC が喋ってるとあのあれだ、始まらねえんだ。あれは妨害状。あれ荒くれもんだ、あれ。荒くれもんや、あれ。荒くれてるな。聞くもんだねっていう荒くれもん。荒くれてる。でもこれ高校生レベルの荒くれもんだ、ほんと。聞かない。ほら、通信してみろや。今回のグイドってのがさっきのやつだっけ？そう。そうですね。あの、A ちゃん、B ちゃんが怒られてたやつ。やべ、何も頭に入ってきないな、これ。大丈夫かな、ところ。何かをやればいいんだ。何かやればいいんだね。とにかく何言われたら壊すから。何て言われたか全然見てなかった。じゃあ隊長。一人残らず理解してない。やれるっしょ。やれるっしょ。とりあえずね、うん、とりあえず銃撃ってたら勝てるっしょ。ちょっと、脳筋じゃねえか。荒くれてるのに、やれるやれるって。うちらそうやってやってきたって。うん、見てないし、ね、何も。だから、ある種の人に遊んでるって言われるんだ。ふざけてんな、あの人形だけど。ブルースレートの孫屋に行けと。おい、やるぞ、ほら。だって教えてくれんだもん、こんなん来ていてなくてもね。親切。親切設計なんです。荒くれてるっていうか雑っていうか。荒くれてるな。なんかもっと違う表現があればなんか合うもんあるんだろうね。荒くれてんだって、これは完全に荒くれてるな。ちょっと待って、荒くれてんな。これ荒くれポイント稼いでっかんな、俺。死んだらもうゼロな。配送スケジュールを探せって言ってるぞ。配送スケジュール、これ殺せ。これでもあれじゃないです。スニーキングできるよ、みんな。怖い。まだ見つかっていないよ。いけるね。スニーキングで行く？行けますよ。ナイフで、投げナイフで行けんじゃん。投げナイフでやっちゃうかじゃん。スニーキングといえばまっちゃんだね。まっちゃんちょっととりあえず。頼むぞ。殺しちゃダメですか？ちょっとやめてくれ。ちょっと待って。そこの酔っ払いの感じが悪いよ。俺の頭にリボルバーとかやってくれよ。あ、うまい。あれ中から行けんじゃん。中見てないしょ、あいつら。ちょっと待って、中にもう一人いるな。あ、ちょっと待って。あれ、ちょっと誰か、二人でやれねえか、これ。右左いるんだわ。二人いるのか。うん。お、じゃあまちゃんと。まちゃん左頼んでいい。はい、オッケーですよ。じゃあレベカさん、万が一のことにことを考えて、フレンドリーファイヤーオンにしといた方がいいかもしれんわ。おい、ちょっと待ってくれよ、おい。緊張感がもっと欲しくなってくる。それだな。荒くれもんだからさ。ちょっと待って、今やる。探っちゃおう。民警探せって。ちょっと。フレンドリーファイヤー。あ、これちょっと帰れねえ。え、そう。オフだわ。ちょっとね、荒くれ者の中に飲んだくれもいるんだよね。じゃあ、まっちゃん、左頼むぞ。はーい。いつだろう。3、2、1、1。うめえ。おー、いいんじゃない？うめえ。あ、もう一人だ。あ、いたな！3人いるわ、今。くかんなやろ。いけいけ、やっちゃやっちゃ。やっちゃ。俺もちょっと稼ぎてえわ。もう、いや、もう終わってるよ。なんか笑い声聞こえる。ちょっと待って。来てんじゃない、これ。あれ来てんじゃねこれ。え、来てんじゃねこれ。めっちゃ間抜けな。よし、戦闘準備。めっちゃ大丈夫だよ、何のスニーキングだったんだ。大丈夫。荒くれてるから。うちら荒くれてるからさ、そういうところも。荒くれてる。うまくいかねえから、そういうの。プラスチックケーキ拾った。よーし、いいぞ。それを後で食べよう、みんなで。おめでとうございます、それ。えい。
ちょっと絶対つまみ食いするでしょ。よしよし、あれ終わったな。ほらもうこういうことだよ。あの戦力が違えの、スケジュールを、あんな雑魚たちとは我らはスケジュール探しましょう。もう俺の思い通りの流れになったわ。綺麗に入ってるなこれ。いや動揺一番隠せてなかったよ。しじゃあもっと高くなってねみたいな言ってたの。あれ手がかりもう調べた。まっちゃんどこに手がかりあんのこれ。2階、あなんか2階か、駅馬車のところが出てますよこれ。駅馬車に行け。ほんとだ、そういうのそういうの逐一教えてくれよまっちゃん。いつの間にか終わってたけど。仕事が一番できるって、うん、知らんって黙って終わったから。仕事できすぎんのもいいけど。よし、行きましょう行きましょう、共有してくれ。やべ、よし行くぞ、行きましょう行きましょう、襲うぞ行きましょう、行きましょう、襲うんだ、荒くれてっかんな、うちらは。あーいいね、行き場所襲うのこれ。そうだよ、らしいね、らしいね、これ行き場所、ちょっと行き場所に今ターゲッティングするから、うん、行き場所だ、ここがめっちゃ初心者ブームじゃないですか。うーし、ここがコンタクトポイントだ。見てみ、一番後ろですよ、レベッカさん。んもういいんだよ、司令塔は後ろでいいんだよ。終わった頃に駆けつけんだよ、俺は。終わってからか、終わってからか。レベカさん、あの飲酒運転の女の子ちょっと止めてないよ。だから寝かすなよ。八の字でずっと。あの子寝かすなよみんな。熊出ちまうぞ。こんだけでがいるからね。あれまずいって。あ怖いもん運転が。蛇行ってああいうこと言うんだよ。ここからでも確認できます。見つけちゃったー。よしやってやれやってやれ。やっちゃ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 、よし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 、やべえ仕事ちょうだい、じゃ俺も仕事する。あれ俺もう何もない、こいつ出てこねえぞ。あれ終わった、出てこい。いやまだいるまだいるまだいる、あ出てきた瞬間に撃ち殺される、かわいそうな。見張りをします。もう一人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 、カプターレ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 どこ、カプターレカプターレ、あちょっと悪い、あこれじゃない、今なんかバッグ持ってたよ。あれこれじゃない、これじゃない、これドクさんそれを拾え。あやったぜ、仕事するぜ、ね、よしよしよし、行き場所に乗ろう、乗る、よし行き場所に乗ってく、乗ってく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 、みんな乗ってんのこれ、あれ誰も中に、あ、Bちゃん乗ってるね、乗ってる、あれ BBちゃん乗った、 Bちゃんはね、誰も外に、箱乗り、箱乗りか、箱乗りです、切り深いなこれ。あ、後ろが来てる、まっちゃんも箱乗り、後ろが来てる、後ろが来てる、うちらは何もできないから頼むよ。うん、うちらはもう、うちらは客車で楽しんでるから。そういうもんの、うん、いや、3と2で買った駅弁食べてるから、今、A ちゃんと2人で。いいね、あと、マグワッパ食べてるから。そうそう、あと頼むよ。俺、松寿司食べてるから。びっくりした、まあ。私、じゃあ、森のイカ飯食べる。いいな、いいな。じゃあ、徳さん戦ってね。雑だな。うちらちょっと、いいな、旅を楽しむ、カチカチのガタガタする、カチカチのアイスクリーム出ないかな、カチカチのアイスクリームね。ああ、新幹線のカチカチアイス、いつになったら溶けるんだっていう、あれ絶対スプーン取れますよね。投資交換から逃げ切るまで出てるよ。うん、本当だ、じゃあ逃げ切って、出てないよ、投資交換どこだ、逃げ切って出てないね、右上に何も出てないからさ、出てない、逃げ切るも何も、どこれかな、逃げ切れてるかもしれない、誰も出てきてくれない。俺が多分イカシミ殺したから。お前かい。おまけか。なんだよ。じゃあさ、俺こっちの方に敵い大丈夫？あ降りた？まっちゃん。降りた。まっちゃん降りた。まっちゃんは今デコになってる。まっちゃん振り切ったらじゃあクリアだね。まっちゃんが振り切るまでちょっと。うん。多分どっかに届けなきゃいけない。あ、なんか出たよこれ。あ、出た。あれ。隠し艦タービル。出た。やべ、ちょっとめっちゃ緊張するんで。運転めっちゃ緊張するよ、これ。お父さん、気をつけて、受け取りにね、うん、ちょっと面倒くさいとこにいるよ。どれどれ？なんか来たよ。まっちゃん乗った？来たね。来たよ。駅弁食べてるから。駅弁食べてるから。じゃあ楽すぎる。戦って。楽しないでよ。なんで、駅弁は食えよ、じゃあ。あ、ちょっと、弾が。痛い。あ、来た。かまぼこが揺れた。かまぼこが。じゃあ残しといて、俺の分。ねえ、ちょっと。よし、やってやるよ。ちゃんと残してんのあれ。どこ狙っても、どこ狙っても B ちゃんに当たるぞ、これは。やめてください。銃だけ抜けちゃう。仲間殺しはいかんですよ。やめてください。すごいね、これまたね。
俺のこのシャビシャビの銃が。弱い運転だね、これ。うわ、すげえ、霧やべえ、霧やべえ、これ。噛んでいくわ、とりあえず。危ない危ない。あ、もう。うちら全部噛んでいってるから大丈夫よ。このね、マップ通りに行くと水没する気がするもん。いける、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 いた。渡していい？いいよ。受け取り人に、うん。いいだろう。ほらほら。ほら余裕だろう。おい。カピタールよこせよ。カピタール、それだよ。お前のカピタールよこせよ。お前のカチカチのカピタールよこせよ。うわぁ、知らねえぞ、これ。よく放送になってよかったな。カチカチのな。カピタなんか。どんなもんが出てくんの？カピタールって何なのかちょっと知りたくない。終わった終わった。オッケー。あ、でもランク上がりましたね。なんだ？おい。死んだぞ、人が。今、ワイヤーアクションバリにバク転してたよ、どうした？どうした？あれ、でも、これでカピターレもらえないんですよね。なんで？カピターレってどこでもらえんの、これ。でもね、俺と B ちゃんは多分マックスになってると思うけどね。カピターレが。カピターレ？カピターレが。あ、何カピターレ？今、A ちゃんと B ちゃんは。50カピターレ。50カピターレ。いや、私25カピターレ。俺0カピターレなんだけど。いいな、0カピターレか。なんで？わからない。バグですか、これは。お決まりの。これでおしまい。あれ、今度あれだね。あの、こっちにいるわ。ローズの方にいるわ。アンソニーは。いるいるいる、ほんとだ。よし、じゃあローズ、これをひたすら巡る旅なんだね。巡る旅ですね。あれだね、だから序盤はあれだね、なんだ、ホーローミッションみたいな感じ。なるほど。だね、うん。これが準備ミッションなんだね、多分。なるほど、なるほど。よし、やってみようか。よし、カピタール。確かに、一人でできないことはないから、そういうもんか。うん。仮にもし万が一一人でできなかったら、ソロプレイヤーがもうね、ふんぬしますからね、ふんぬ。そうよ。ふんぬよ。ふんぬしちゃうからダメですよ、それは。なんか、あれ？赤い、赤くなっちゃう。これ関係ないやつ。お酒のやつ。これ多分、酒のやつですね。あ、でも。あ、カピターレ。あれ始めちゃった。始めちゃったらやるしかないよ、俺。カピターレ。始めちゃいましたね。したら、もう作物燃やさなきゃ、ね。よし、作物燃やそうぜ。だって、荒くれだからな、俺たち。そう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 。おい作物燃やせ貴様ある。よし荒くれよ。俺は一生懸命見てるからな、荒くれで。おい、見てろ。なんで急にめっちゃ急に暗いんだけど。暗いな。本当だ。暗い。なんかさっきは時間がねぐるぐるしてるね。すごいね。これが不安定だ、ね、これがあれだあの、うん、ドクさんのスタンドの力だね。マッチャ燃える。マッチャ燃える。燃える燃える。燃えるマッチャ燃える。ドクさん。燃える燃える。マッチャ燃えたな。燃えろ。すが。荒くれてるな。荒くれてるな。荒くれは燃えろ。言うことが本当。荒くれは燃えてけ。そうだろう。どういうことなんだ。わかんない。真っ黒焦げだ。わかんないけど。女子高生が真っ黒焦げ。荒くれ物の使い方の汎用性が高すぎて、ね。あ、ドクさんのお兄さんがいた。うっそ。やっちゃった。なんで？あ、会ってないって言ったのに。つるつるの。長年やってなかった。この時間に100人ぐらい。ローズ、いやローズにいるんだよ。次の前ぐらいいるぜ。あいつ。あ、ちょっと。ん？押し倒された。あ、いて、ちょっと待って、なんか仲間に今引かれたな。逃げなくちゃ。じゃあエリアから出し。あ、誰だぞ、今一回。あれ、俺のカピターレどこ行った？便利だな、カピターレ。もう俺何のこと言ってんのかよく分かんない。俺のカピターレがなんか、あの、押し倒された時どっか飛んでっちゃったんだけど。あら、何のことカピターレって。俺のカピターレ。何のこと言ってんの？俺のカピターレは今もちょっと、うん、ちゃんと、え？かぶってる。フォルダーにしまってありますよ。あ、本当に？何のこと言ってんのそれ。いろんなカピターレ、いろんなカピターレ出てきてるから今。ちょっとあのチェック入れてるとこ行ってね。フォアマンさんもちゃんとあのカピターレに餌やっとかなきゃダメだよ。そうだよ、カピターレ。カピターレ、カピターレ。カピターレにカピターレを。カピターレしろよ。命はありますか。そうしないとカピターレしないからさ。次どうしようになってる。ふい。よし。あ、カピターレ。あ、カピターレましたね。うん、カピターレしました。カピターレした、今。カピターレしたもん、今。カピターレした。カピターレした。あ、馬がカピターレした。馬がカピターレした。馬がカピターレしたの。待って、今。
馬をカプターレしたのにカプターレ与える、餌あげたりしないと。カプターレ与えるから今。じゃ馬じゃねえってことになってくるとどうなってんだこれ。法則性が見えない。さっきカプターレ餌あるって言われたから俺馬かと思ったら違うんだ。ちゃんとここはカピタレないと。カピタレって言ってたね、ほんとに。姉ちゃんもカピタレ、カピタレ、カピタレ到着したんだよ。カピタレ、もうちょっとでカピタレするから俺。場所じゃないのか。じゃあ俺今カピタレに到着してしました。はいや俺使い方間違ってた。嘘やん。俺今、ドクサにカピタレについちゃって、俺も到着しましたって。いや、ドクさん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 、100点。ノブさん100点。どういうことやん。よく100点だわ、今のタイミング。ありがとう。じゃあ、あれ、頭から離れんぞ、これ。いや、いいなぁ。カピタリスト。なんかビジネス用語みたいに使い始めたじゃん、最近。じゃあ、あれ。ダメだな、ドクさん、適当なこと言うから。マジで、あの人。よく分かってねえ。そんな忘れんの全然分かってねえわ。ねえ、もう。じゃあ、まちゃん来たら始めるよ。はいはい。お、今4時35分カピタルだね。だあ、そうなるほど。終わったのはマーク外れんな。ほほほ。汚れた金。汚れた仕事。知らぬ人の人と、ところどんどん回るみたいな。そんな感じなんじゃないの。あの名前上がってた。地域の。うん、よし行くぞ、うん、カピタール、うん、いつもこの食べ終わったスパゲッティの皿が気になるね。本当だ、ミートスパだね。でもそうそう。え、スプーンでいってんの。あいつスプーンだね。フォークじゃねえ。いや、オムライスのパターン。いや、じゃスプーンの上であのくるくるするあの女子のスパゲッティスタイルでしょ。フォークなんて成り立たんだろ。フォークなんていらねえんだよ。いやいや、お手手でいくの。あいつフォークそうだよ。指でくるくる、指でくるくるすんだよ。じゃねえ。よく見てくださいよ、あのスガキ屋で出てくるスプーンみたいにフォークついてませんか。ある、あの海外の美術館に飾られてるというね。そう、実はスプーンと見せかけてじゃないですか。あ、先っちょがフォークなの。見たいの。やっぱレベルさん、ほら、我々荒々しいから誰も話聞いてないよ。さすがだな。大丈夫これ。で、どうしろって言ってたんだ。わかんない。何をしろって言ってたんだ。スパゲティの話で盛り上がってたけどさ。そうだよ。何をしろって言われたんだ今。違う、もう。明らかにミートスパじゃねえんだよ。どこまでも荒々しいな。いや、それでも荒くれもない。荒々しい。僕探してたわ、ずっと。本当、僕探してた、俺も。誰も。誰も話聞いてないよ。フォーク探してるの。スパゲッティが気になるな。夜になっちゃって、夜になっちゃって。食べ終わった、なんかスパゲッティのザルが気になるんだ、とか言い出して。あれ、見てください。フォークないですよ。スプーンでいってる、とか言い始めちゃった。やめてよ、これ。そんな話じゃねえんだよ。汚れた金と汚れた仕事の話してんだ。じゃあ、バラくれやがって。あら、くれてるね。汚れた金取りに行こうとしてんだから。そうだよ。スパゲッティの話なんてどうでもいいんだよ。俺と金の話しろ。いや、何が、ね、何がスパゲッティだ。あれ、あれ注目する人がこのゲームの中に何人だろうって思ったら、結構、レアなケースをやってるのかな。起きた。これはもうシニーキングじゃなくて、やっちゃって。これはもう、やっちゃう。やカプターレ、カプターレ出場するじゃん。まだジェムズのカプターレを持ち上げる可能性がある。おお、なるほど。よし、カプターレしろ。お、カプターレ。ワニー。ワニ倒したよ、蹴りで。お、すでにいた。俺はもうね、君たちとステージが違うようだ。何残念ながら。ちょ、もう泳いで泳ぐぞ。なんかマーク出てるぞ。なんかマーク出てるやつは逃げた。え、なんかマーク出てるやつは逃げたよ。あいつ目撃者だな。なるほど。目撃者だから。よし、俺に任せろ。だよね、あ、やっちゃうわけないな。さすが。目撃者を消すの一番上手い人が消したわ。はいえ。じゃあ、ピンピンを盗む。クイックドローだもんね。はい。分かってたの、彼は。じゃあ、またまっちゃん何ショート取るじゃん。びっくりしたわ、あれ。待って。これ拾わないとダメなんですよ、ね。早打ちの。
松吉になったね。で何してんの君、拳の速さも速いけど、なんでこれなんかあれもえぐいって言われてる。ワニか、ワニか、赤いな、赤いな。あ、また来た。すごいね。よし、こっち。あれ何それ、みんななんか袋持ってるけど、うん、俺持ってない。これ金品、シャレカピタール、シャレ。俺にも金品欲しいな。俺も欲しいな。金品欲しいな、うん、持ってるやつから奪い取らないとね。カピタール持ってる、ま、そういう持ってるやついるから、持ってるやついるから奪い取ろうぜ。あれアウトローだって誰も話聞いてないから、すぐ裏切んのか。待て、誰も話を聞いてないからね。多分この機会でも奪い取ったらいいっていうことでしょ。あ、奪い取れるぞ。やべ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 、一人仲間がはっ死んだ。はっ仲間の方行けや。なんで俺のやつとおごせんの。いや悪いけど、俺は必勝法あるからこれ。なに、あー来た、出るか。よし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 、カピタール、カピタール、俺の牛島くんがてめえ。あ、ちょっと待って、あ、死んだ。あ、カピタールした、カピタールしてるな。カピタールしちゃった。ノックダウンもカピタールでいけんすか。牛島くんだ。牛島くんだ、闇金牛島くんだ。ひどいことするわ、あの人。じゃあ俺カピタール持ってっから。うん、カピタール持ってけ。オッケー、カピタールしろよ。使い方分かったわ。ちゃんとカピタールしろよ。納品すんのもカピタールでいけんの。じゃあカピタール、カピタールするわ。何言ってんか。ちょっと待て、おいおいおい、こんなとか引くなよ。気持ち悪い。ゲロゲロ出ちゃう、ゲロ出ちゃう。その使い方嘘。これ違うん、これ。違うよ。届けましたよ。あ、したカピタールした。1個届けました。もう1つは誰が持ってるかわからない。何のんびりしてくれてんだよ、おい。ちょっと俺カピタールしたいなって、今から。えしろ、そこなの。ここだよ、うん、出ないね。何も出てないけど。あ、やっぱ持ってないと出ないんだ。お、汚れた金、汚れた仕事。そういう仕事だったんだね。うん、今知った。最後の最後にこれ取り合いだね。あー、取り合い、カピターレの取り合いだぞ、これは。お、次はどこだ。またサンドニースよ、近くに。あ、じゃあ近い。ほんとだ。近いね。あ、さっきの人フォアマン。アンソニー・フォアマン。あれ、同じじゃね。同じだね、同じ場所にいるよ。うん、もしかしたら、さっき話聞かなかったから、もう一回、もう一回聞くかもしれないね。俺の話を聞けて。またなんか、時間が遡ってるな、また。朝になったな。また、俺、夕方になったな、急に。カピターレが。登り始めたね。うん。何言ってんだ俺。ようやく気づいたか。俺はずっとその会話に悩まされてたんだぞ。なんだカピターレが登り始めた。ここで事故例と言いました。受けるよ。あ、待ってください。あ、始まっちゃった。ああ、ここに、ここにタロットカードか。やばいわ。全員集合ならんかったな。取れない、取れない。顔怖いな。取れない。顔怖いし、もう。髪の毛ベタベタだしな。なんか首になんか数字ある。衛生面、すごい清潔感ないやつはね、嫌われるんですよ。ネズミを自力で打ってるもんね、はい。本当にね。服はちゃんと着ろっていうね。あ、なんか見なる、なんか首のとこ汚いですね、ほんとね、着てない人見たことあるけど、ね。清潔感大事だよ。全部ブーメランだぞ、お前。おい。傷つくぞ、自分が。インナー切り替え。鏡見たときに傷つくぞ、それ。ちゃんとみんな話聞いてないからね、おし。あ、な、そう、な、何やったの。何をどうしよう。今回、今回的に、誰一人引かない。入れ墨がどうとか、見てくれがどうとか言ってる。首の周りがどうとかとか。聞いてやるもんかっていう。聞いてねえかった。そうね、本当に聞いてなかったな、今。俺、自然体で聞いてなかったわ。次じゃあ、ちゃんと聞こう。待って、労働時間長い。本当だ。左回りだ。死んだ左回りしてるよ。あ、本当だね、うん。どうしよう、これ。お疲れ様でした。ダメなのかな。お疲れ様でした、皆さん。始まった。あ、始まった。一日だったんじゃない、これ。お、ティーリ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 って、ティーってしたね、これ。それ、ドラクエかなんかで昨晩は、お楽しみのようで。ドラクエ8でしょ、それ。ドラクエ8で火またいだときのやつでしょ、それ。ジェブから馬車、ジェブを馬車から解放しろ。ジブ、はい、ジブね、あ、ジブね、あのジブ、はい、どうした、あのジブ、一人脱落、早い、めっちゃ早い、まあ、こんなとこに罠が仕掛けられると思うな、汚ねえぜ、ジブだな、正確にやってきやがるぜ、
ジェブだね。あやべ、みんな、はい、俺がやるから逃げろ。よし、あれだよ、獣のマーク出てる。獣のマーク出てるの。獣のマーク、獣のマーク。よし、行け。獣のマーク出てるよ。じゃあ、獣いいの？獣のマーク出てる。獣。馬でしょ。車用バンホーンで降ろせ。待って、これ馬でしょ。ああ、あれをそのまま持ってるのか。よし、行こう。そうそう。押された馬でした。なるほど。賞金稼ぎの下用バンホーンで降ろせ。カピターレ。カピターレ。俺が無視打つたびにカピターレ言うのやめてもらっていいですか。カピターレ。よし、ドクさん、カピターレだ。カピターレした。よし、すごい綺麗なカピターレでしょ今。カピターレだったね。ポイント高いはず。そうだ、そういうカピターレをどんどん見せてくれ俺に。あ、その先カピターレ。カピターレあるよ。その先カピターレ。カピターレしてくれ。カピターレしてくれ。綺麗に。あ、混乱する。綺麗にカピターレしてくれ。ダメだな。ダメだ。マイナス3点。ちょっと、なんかマイナス3カピターレだなお前。金曜明細からそのマイナス3カピターレ。違う違う、ドクさんこれあれだよ、あのここ開けなきゃダメなのよこれ。そうなの。俺知ってますよ。じゃあ俺がちゃんと開けるから。あ、いた。じゃあ、ジェブを撃つな、ジェブを。お、毒がジェブを護衛中。なんで面白いのそれ。なんか飛んできたよ。護衛中。あ、じゃあジャブを。ジャブ取り。ジャブ。ジェブを。言い間違いぐらい。超金稼ぎの死体をバンホーンで降ろせ。死体じゃないよね。普通にジェブ歩いてるよ。なんかあんじゃねえの。え、こいつ生きてていいの、ま、対象が。あ、でもそこにさ、マークあるよ。うん。うん。なんかあんじゃないの、ここに。ここに死体あんじゃないの。やば、怖い。お、死体があんだよ。死体が。中じゃないの。中じゃないの。代行いるかもしれない。それが賞金稼ぎが来るんかもしれないよ、ここに。あれ賞金稼ぎの死体を。ジェブさ。あれじゃないの、さっきのさ、倒した奴らじゃないの。あ、拾ってこなきゃダメだったの？じゃねえの？あの死体。そうじゃん。え、でもあいつ、それもこれも誰も話を聞いてないから。あららあらら、やっちゃった。やばい、これ。怒られるやつ。どこで殺したっけ？バッテン出てる。線路あたり。線路を辿ったらいける。え、でもマジで？あ、本当だ、バッテン出てるね。死体って思い切り書いてあるな。カピターレ。これをカピターレすればよかったのか。そうだよ。あ、なるほど。そういうことか。それだ。え、これ結構な人数。カピタリ忘れてたな。どれ拾おうかしら。イケメンのやつにしようとりあえず。これにしよう。カピタリだ。え、でも反応出てるそれ。知らん。知らんじゃなくて。出てないと。出てないね。よいしょ。ただそういうことじゃない、そういうことじゃないから徳さん。え？俺がおかしいの？これ。うちらも言われた通りにするしかないんだから、うん、言われた通りにするしかないんだもん。うん、よっしゃ、下に積んだ。カピターレするかしないかってことを言ってんな。これなんか1個下に残ってるけど、まあいいか。うん、いいよ。あ、クリアしてる。出た。ほんとだ。ほら。あ、1人でいいっぽいぜ。でもこういうことなんだよ。なんだ俺積んでるのに。俺がお前らのカピターレだっていうのをここら辺に。騒ぎを起こせ。知らしめてやればいい。街の中めっちゃいる。騒ぎを起こせ。お前もカピタールになりてえだろっつって。え、こいつさ、ジェブ殺されちゃいかんよね、でも。守らないかんってことだよ。お前も老人魚にしてやるからだ。今夜も一人ね、生贄になるわけで。うん、手足も口も動かぬままにね。うん。はぁ、生きたまま老人魚のごとく。ララ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 ラ私知ってますもん。俺はもうグッサンのモノマネでしたからな。もうみんなだってそりゃそうか、グッサンやったね。本人と共演してたね。もうだってね、横綱審議委員会みたいな感じだからね。もう閣下は相撲の人ってイメージだからな。相撲の人だからね。
でも、世を忍ぶ仮の姿だけどね、あの人。そうだね。1万飛んで、53万ぐらいの人だよね。うん、53万だよ。違うか。あれあれあれで、俺たちまだ、まだ足りねえんだって。ちょっと、荒くれが足りないって。荒くれが足りない。荒くれが足りんって。ぶっ壊してやれよ、もう街を。怖い。めっちゃ怖いこと言った、あの人。ぶっ壊してやろうぜ。もうだから、まっちゃん、これ得意種目じゃないけど。まっちゃん、いや、見せてやるよ。お前のカピターレを見せてやるよ。ほら、来た、ほら。ほら、来たよ。ダイナマイトかもしれたぜ。ダイナマイトいいね。お前のありったけのカピターレ見せてやる。どっちなんだ、それがカピターレになるから。どういうこと、あー、やばいよー、ショットガン持ってるぞ、こいつ。痛い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 、はい、はい、はげた。急にハゲた。ブーン。よっしゃ。よっしゃ。あ、これどうした？痛い痛い。お前、俺だ。俺だ。よっしゃ。それ俺だ。よっしゃ。あ、送り届けるって出ましたよ。出たね。どうする？やめる？ここで。ここで。チェックどこ？本当にアウトローだね、でも。それは。あっち、ショットガン。あ、やばい。体調が死んでたわ。痛い痛い。ちょっとやっちまえばな、やろ。チェック。よっしゃ。よし。おい、財産は山田が隠している。俺が死にかけてんのになんか、旗から見てたやついたぞ。お、財産くれるってこいつが。本当に？バラ色だってもん。え、マジで？人生バラ色だって。バラ色くれ。なんでちょっと興奮してるの？バラ色くれ。バラ色、バラ色、うわってよ。バラ色。バラ色。バラ色だ。で、どうすんのこれ。ジェブを。多分、ジェブを置く。カピターレに、カピターレに、ジビをカピターレすると、カピターレしろ。ダンスーダンスーあ、もう労災多いな、この仕事。ほんとね。一週間お休みもらいます。経理大変だな。まあでも、とりあえずなんかいろんな、ちょっと待って、カピターレノミネートシリーズって何？わかったかもしんない、今。何、どうした？雇われガンマンキットっていうのを盗品商で売ってるんだよ。それさっき解除されてなくて買ってなかったんだよ。で、もしかしたらもうそろそろ解除されてんのかな。グイドと会話した後、盗品商を訪ねて、雇われガンマンキットを全てのものが最初に買うべきでした、グイドと話した後。ちょっと待って、めちゃくちゃ、めちゃくちゃ、俺ら何のために働いたいの？いや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 。あれ？リーダー。リーダー。盗品商？盗品商？いや、ちょっとさ、リーダー、おい。楽しかったね、このゲーム。いや、ゲーム楽しいな。働き分って入金すんの？いや、みんなさ、やっぱさ、新しいことやるとさ、カピターレすんの？新しいことやるとやっぱちょっと楽しいよね。ね。いや、楽しいな。楽しいな。ホワイト企業だな。よし。ホワイトなのか。ちょっとさ、ちょっとダイナマイト買いたいから、ちょっと盗品商行こう。いや、それが欲しいわけじゃないよ。用事ができたっていう噂ばかり言ってるよ、今。どうしたの？いや、めっちゃ大事なことじゃん。ちょっと。もうだから、いらなかったよ、トマトスパとかさ、あのくだりの時に金入ってないんでしょ？うん。ダメじゃない。ちょっと何言ってるか分かんないです。よう、カピターレ、カピターレするとかなんかいろいろ言ってたわ。カピターレ入んねえのにな。ああ。こんなに労災を続けて。そうだよ。いや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 。じゃあ、本番始めるよ、みんな。ワッタイムにズームそろそろいいね。ちょっと練習したの？もう本当はもうすぐやりたかったけどさ、みんながなんか久しぶりだみたいな、なんか空気出すから。カピターレ、これ3ゴールドすんだ、これ。あれこれちょっと、組長と独裁やばいんじゃない？ちょっと。めっちゃやおるじゃん。ちょっと、舐めたもんだね、あなた。待って、俺課金してきたぞ、おい。一番恥ずかしいこと言ってる。え、違う、めっちゃ持っとるわ。キット5ゴールド、5ゴールドよ、え、じゃあ、バカ、49ゴールドまで買えるわ、俺。あ、雇われガンマンキット5ゴールドする。そう、5ゴールドなんです。ゴールドです。ゴールドします。ゴールドなんです。バンダナ、弾薬、消耗品、ガンオイルのセット。みんなどこで買ってんの？これ買ったけどどこに入ってんのこれ。盗品商。あ、ローズで買ってんの？いや、ローズの盗品商、俺は。金庫に送られるらしいですよ。あ、金庫に送ってんだ。じゃあ、それ拾ってこなきゃダメ？レベッカさん、ゴールドありったけカピターレ買った方がいいらしいですよ。そうなの？マジで？うん。だって、かける10で今安いらしいです、これ。今買わないと損らしいですよ。ゴールドも。でも、後でもらえるよ。25ゴールドと45。ビジャン大丈夫。レベッカさんはもうそのゴールド
工事してるから、あ、失った時の声が聞きたい。なるほど。ちょっとみんなさあいつやばくね、歪みしちゃったあいつ。じゃあ俺にさ、汚れたな。俺もゴールド9ゴールドしかねえんだよ。うん、俺よりなんで。いやいやいや、ちょ何、お前何も引きずり込むない、お前の闇に引きずり込むな。失った時に見えるものがあるから。やだお前の闇に引きずり込まれたくない。その時に手を差し伸べてくれる仲間がいるかどうかだよ。大丈夫、お前一人で闇に沈め、差し押さえなれ。もうこの会社いろんなもんか。この会社やべえな。やべえな、やべえな。フル株の2人が一番やべえこと言ってんの。買うわ。買う。買えよ。カピターレ、俺もう9ゴールドしかないけど、3個買うわ。うん、え、なんで？いや、絶対そうだよ。雇われガンマンキットを買ったら、次のミッションでカピターレもらえるんじゃないの？いや、もうこれ買うの大事じゃないけど。出ないですね。お？買えって書いて、まずこれを買ったでしょ。うん、サンドニーあたりなんか出ないかな。ねえか。さっきのやつ、ほら、さっきのグイド。グイドがいるのサンドニーだよね。グイドがなんて言ってたのか、ちゃんと聞いてないからこうなんだよ。本当だよね。わかってんの君たち。ちゃんとレベルさん聞いてるからね。そうだよ。だからそういうことなんだっつってんだ。でも知ってるからリーダー。価値悪すぎだな、あの人。レベルさんついてき大丈夫だよね。本当だよ、ね、俺についてこいつってんだろ。だから全部わかってるから。そうだよ、俺がどう俺が全部あれだ、あの試作してやっから、これ、まあ、おー、じゃあ ボスどうすりゃいいんでしょう。ちょっととりあえず待っててくれよ。ボス今スマホで検索中。ちょっと待ってくれよ。もうダイナマイト買うっつってんだ。ダイナマイト解決させようとして、うん、カピタールでもなんかこれ50分の30って出てるんで、これ以上手に入れないってことですか。50超えちゃう。そう、50がマックス。これ50持ってる。カピタール売ってる。で、いや売ってますよ。それをありたけ買わないといけないみたいで。なんで？ありたけ買うんですか。と、雇われガンマンキットあるよこれ。うん。ワードローブにバンダナ、金庫に弾薬、消耗品、ガンオイルのセット。カピタール紙幣10枚が送られる。そう、送られましたけども、じゃあ A ちゃん、あの、うん、カピターレもう、あれでも何も出てきてないな。どこだ、うん、あれ送られたバンダナかっこいいですよ、これ。マジで、ちょっと待って、めちゃくちゃ好み、書いてない、見る、めっちゃ好み、これ俺見る、俺も見る、全部もらえたのね。ほほほ、え、そうなの。そうなった。10色全部持ってるよ。お、マジでそんな一気に。何バンダナだって。フィエロバンダナ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 。色が鮮やか。今誰かしゃくれ取った。フィエロバンダナ。ちょっと待って、今しゃくれ見つけるから。誰かしゃくれ取った、ね。しゃくれ見つけるから、ドクさん、ちょっと見て。フィエロバンダナ。あ、この人です。一人目かよ。戦闘出したじゃないか。すぐ見つかった。あ、ちょっと、あ、なるほどね。はい、いってらっしゃい。いいな、これ。かっこいいし。うん、鮮やかだね。かっこいいな、高そうなんだけどな。さっきの 4ゴールド一気に入ってったことは、フィエロバンダナ、フィエロバンダナ、うん、あと今最大の問題ですけど、うん、どうすればいいの。その通貨を消費したいですよね、とりあえず。どうすれば知らないと、うん、マックスの人が損するよね、これから。だからさ、 A ちゃんがリーダーになって、うん、あのちょっとスタートしてみたらいいんじゃないの。そしたらうちらが、あ、そうか、全クリしてるから。それにってことなんじゃないの。やってみようか。わかんねえけど。よいしょ。あれ、そういえば、武器って追加されてないっすよね。あ、まだ見てないじゃん。カラー武器のなんか、スキンみたいのがなんか出てませんでした、うん、キャットルマンのあの、バリエーションがすごいかっこよかったっていうんだけど、うん。あ、そうそうそう。よかった。オッケー。これで全員集まったかな。ここに。集まりましたね。じゃあ行きますよ。グイドから手紙だって言ってる。あ、本当だ。あ、十分な数のカピターレを集めたら。言ってるわ。十分な数のカピターレが集まったら渡してやるって。これって A ちゃんが全部集まっていたもん、無理だな。みんながってこと？あ、行ける行ける。おお、行きましょう。じゃあ7人行けんじゃないこれ。犯罪で。コピトンエメラルドっていう血染めの金チャンスでできますよ。うん、やりましょうよ。第15。15消費してやるんだ。そうそうそう。なるほど、消費するんですね。あ、これ15と、15と、
20と25ってあるんだよね。25ちょうど。一番暑いの行きたいよね、でも。暑いちょうど。いいのかな、だから段階踏んだ方が楽しいから。だから商人の物品と似てる感じなんじゃないの。あ、これね、レベルがね、無慈悲と標準と高ってなってるから。うわ、うん、無慈悲はあるよ、標準しましょう。標準、うん、標準が、ね、フリーエムだと思うよ、多分。無慈悲だ。選べない。うん。あれでもね、標準も全てがね、選べないんで。なんでだ、これ。あの、喋ってるからだよ。キャラが。NPC が喋ってる間、受けれないよ。あれ本当喋ってないんだけど、あの、まだアクティブになってないの。俺50持ってんだけど。じゃあ、4人なんじゃないの、やっぱり。かなーって思った、俺も。うん。あー、情報。ちょっと一回抜けてみようか。一回俺抜けてみますね。うん、うん。あ、本当だ。アクティブになった。4人なんだ。あら、いってらっしゃい。じゃあ、2、3で分けようか、じゃあ。うん。2、3で分ける、これ。うん。じゃあ、誰か。でも、難易度えぐいよね。いや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 、無慈悲で行くことないじゃん。普通ので行ったらいいじゃん。うんうん、標準で行きましょう。標準でもどんぐらいなの、これ。うん、じゃあ、うちの民系の。じゃあ、ドクさんは、ドクさんと組むのは、ドクさん立てるじゃん。あ、僕、ドクさん溜まってんの、その。うん、カピターレ。あ、そうか。いや、俺溜まってないよ、ね。あ、B ちゃんか、じゃあ。その B ちゃんと A ちゃんが立てた方がいいんじゃないの。そうだね。じゃあ、ね、私抜けますね。うん。うん、とりあえず戦略的に分散しないといけない。じゃあ、まっちゃんがいるところが1人だろうな、どうせ。まっちゃんがいるところが2人だな。じゃあ、私抜けて B ちゃんとこ行くよ、じゃあ。なんか配当を決めるみたいなことできないんだ。こういう系じゃないっぽいですね。グラセフっぽくはないんだ。うん。ただの連続のミッションが。あ、止めるだけなんだ、一連で。でもさっきのあの、レベッカさんが受けてたミッションで、うん、あのカピターレもらえないとしたら、パス以外にどうやってカピターレ集めればいいんですかね。ねえ、うん、まだそこも、ああ、やだ。おなんか伝説の賞金首みたいなムービー入ったね。ね、そうなんです。ちゃんとそれ見といてもいいよ。やべ、読むか。大事な話してるよ。多分。よいしょ。うまこね。これ。あ、綺麗。うわー、ルパン感あるな。ねえ。そのうちのエメラルドってことだね。ルパンかシティハンターか。うん、なんかそれっぽいね。この橋。なんか燃えるね、こういうのね。いいね。ちょっと待って、カビンタンエメラルド。カビンタンエメラルド。うおいいね、エメラルド。グアーマ島で発見されたって書いてあるよ。グアーマ出てくるかね、最終的に。出てねえか。グアーマありますもんね、洞窟ね、確かに。うん、これみんな宝石に関わってんのかな。 A ちゃんたちも宝石取ってこい言われたんですか。うん、そう、宝石あの多分もう終わって届けに、誰から受けても同じやつだよ、多分。そう。ワーマンもコビントエメラルドって書いてあったし。あ、そうなんだ。なるほど。じゃあこれ順番なんだね。そう。俺帽子取れてる。あ、本当だ。ハゲてんな。俺の重要な宝石クラスで大事なものがないじゃない。カヌーがあるよ、カヌーが、ほら。とりあえず、順番通り行こうか。サンドニー駅に行けって言われて。さあ、行きましょうか。あ、やべ、馬に、あ、はまった、はまった。はまった。これでも、あれか。難易度上がるほどやっぱいいもんってことになってくんだろうね。どうなんだろうね。そのカピターレをもらえるっていうのはちょっとまだはっきりわかんないね。うん、この今私たちがやってるミッションではもらえないですよね。宝石持ってこいだから。宝石。よしね。あれなんじゃない ?1 個で何個かもらえるわけじゃなくて、あの、一連をやって何個かもらえるんじゃないの。ああ。保安官バッジみたいなマークついてるやつがあったじゃない、うん、あれ全部やったらカピターレまとめてトンってもらえるんじゃない。なるほど、うん、何これどうしたらいいの。列車に乗る方法を見つける、見つけろっていうこと。これバレちゃいけないってこと、うん、こいつの話が重要。この話してるからさっきから、なんかちょっと多分聞いてた方がいいと思うよ。これやり方いろいろあるかもね、これね。俺とまちゃんちょっと違う方向で一気にやって今クリアしました。
宝石の話をしてるね、とりあえず。うん、だよね、うん、多分これヒントになるんだろうね。うん、いや、ちょっと重要なとこ来てな。ん？ん？いや、なんか宝石の価値を話してるだけだな、多分あれ。これもしかして、A ちゃんの奥さん？A ちゃんの奥さん？え？ A ちゃんの彼女のいびき？あ、落ちた。落ちた。あ、そうです。落ちた。どうしたらいいんだろう。殺すの遠回りで。とりあえずさ、これさ。で、うん、でも、あ、なんかさ、でもいろいろ、なんか。いるね、NPC、こっち行くと。話聞いてみちゃうかもしれない。話自体にルートみたいなの出てくるのかな。もしかしたら普通に切符もらえるかもしれないよ。あ、なんか、中だ。ほら。ちょっと話聞いてみましょうか、中。スーパーそれやってなかったな。ちょっと俺。あ、話メモを回収するって言ってる。リスト。あ、このメモリスト手に入った。民警団のメンバーは金品のリストを発見し、どの箱に何が入ってるのか突き止めた。あ、なるほどね。で、今、箱があるところが分かったよね。マップで。行こうじゃん。あ、本当だ、マップ。行こう行こう。なるほど。行きましょう行きましょう。行きましょう行きましょう。ちなみに俺とまっちゃん落ちました。報酬は？最後に落ちるのはこのゲームの。それ、その二人も、その二人の話も聞いといた方がいいよ、それ。いびきめっちゃさ。すみませんね。船に機械が用意してある。あ、船に機械が。ああ、なるほどなるほど。これ面白いね。これやろう。これでこのルートで行こう。これちょっとやりたいな。だからカヌーさっき用意されてたんじゃないの。なるほど。やってない。花火打ち上げるにはカヌーからのルートがあるんだ。とりあえずあの箱を取りに行かない。箱を取りに行かないとね。面白い面白い。なるほどね。こいつならでも見てる方向相手違うからいけんじゃね、うん、一番最短でマッチャンとクリアしたかな、もしかして。いけたあったあったあったそれは開けてちょ開けるよ。うん、開けたらみんなの分もらえる。オープン。なんすか。開けたけど何もない。何もない。何もない。そう。嘘。あれ。なんもねえ。本当は閉じるしかねえ。閉じるしかない。え、なにこれじゃあ。花火ルート。これ外れじゃないの。まだある、まだある。あ、なんか出てる、まだ。なんか出てる。何個かある。あ、じゃあ、違う。さっきリストにさ、どこに入ってるかって書いてあったよね。はいはい、あれ見て、あ、なるほど、ここ外れだったのに来ちゃったんじゃん、俺だ。え、なるほど。なんか、港に起爆装置っていう。ちょっと待って、箱めっちゃ遠いところにもあるけど、そう。あれが花火。おそらく。ルモワンの M の部分にもあるけど。ん？さあね、さっきのリストってどっから見えんだろうね。あれになんか、ちょっと待って、宝箱の位置って書いてあったよ、ね。ちょっと待って、列車もう出発してるけど。ちょっと待って、あれや。列車出発してるけど。え？どうしよう。ちょっともう追いかけた方がいいんじゃないのこれじゃ。これ。で、飛び乗っちゃうんじゃないの。飛び乗っちゃうんじゃないの。やばいよね。うん、だって行っちゃうよ、目標が。いや、だよね。だって列車乗りたいから俺でやってるのよ、これ。なんかここで。え、でも列車ってマップに映んないんだ。映ってるよ。映ってるし、もう行っちゃってるよ。やばいやばいやばい。どこ？あ、ほんとだ。あ、そっちの方向行くの？やばいじゃん。うちの馬全然来ねえな。うちの馬全然来ねえな、おい。参ったな。列車止めしてる。列車止めっていうか。なんで指名手配になった。指名手配になったぞ。何これ。どういうこと。どうしたんだ。誰か見つかったか。見つかった。あ、俺が見つかったわ、これ。おいごめん。ごめん。ごめん。ごめんって。負け。ごめんって。負け。ごめんって。ごめんって。これ俺の馬じゃねえ。ごめんって。あ、ごめん。入れ替えできない。うちの馬だ。ごめんって。よっしゃ、入ってきた。よし。これ、よし、これさ。逃れられんのかな、俺。とりあえず列車のところに向かおう。向かいながら巻きますわ。うん。見つかると思うか。馬呼んだら、馬が、なんか、敵に当たって。え、何馬が何宝石交換に当たって、見つかった感じなの。俺が見つかったね。完全に。なんてことしてくれてんのよ。いや、だから牛島くんが。何だったんだろう。あ、あれで、最初に、うん、あれを、あの、注意を引いといて、その間に列車に乗り込むみたいなことでしょ。ただ、時間が制限があるみたいで、もう出発してましたね。出発してたね。のんびりしてたら。うん、あれ、列車が、あ、れ、
あれだわ、指名手配ずーっと俺の周りあるわ。分かった。多分2人が行った方がいいね。こっちも多分、ね、あのずっとだな、うん、あ、これ3人ずっとなんだ。だって私たちも、うん、ゲージが減ってかないから多分そうだ。いやー、しくったな。乗っちゃえばいいんじゃないですか。乗っちゃいなよ。もう荒くれたやり方しかないよ、ドクさん。そうだね、乗っちゃいないよ。乗ってもう片っ端から片付けてってよ、ね、俺追いつくから。うちらおそらく A ちゃんまっちゃん組はもっと荒くれてたと思うんで、うん、そう、スタートからもう多分潰して乗っかってたんでしょ。あ、でももう何にもあの策略もなしよ。ガトリングがやべえ、ガトリングあるよ列車。多分あれ威力的に痛かったな。痛い。あっかんが ビジョン来てるぞ。報酬交換が。おしゃれ。よーし。痛いよ。あ、落ちた。やべやべ。箱を探せって。ちょっと、嘘だろ。お前。大丈夫か。大丈夫か。とりあえず飛び乗った。てかね、やばい。ガトリングおる、ガトリング。ガトリングいるね。あ、しゃがめ。ビジャマ？いるな。いますよ。やべ。はい。やべ。乗れ。行ったかったぜ。あんやろ、これ。どうせあんまり行かないで、うちら合流したから。了解でーす。一緒に行こう。なんだこの戦闘列車みたいなの。めちゃくちゃ痛い。はっ。あー、痛い。やべえこれ。よし。なんか、囚人いるぞ。え？箱を探せって言ってるんですよね。解放するってできる。仲間になってくれるんじゃない、こいつが。こいつらが。なるほど。面白そう。よし、一緒にやろうぜ。乗れないんだけど、あれ？そんないろいろあるんだ。乗れたよ、普通にいつも列車に乗り移る感じで乗れたよ。違うんですよ、あのそっちに移れないんですよ。お、どういうこと？この車両に乗れないの。なんかはしごあったよ。このはしごが上がれないの。え、なぬ上がるって出ないの。ちょっと待って、いけるでしょ。いけないですね。普通にここいけない。うん、上がる表記が出ないですね。あれ、ちょっと待って、 B ちゃんちょっと出て。ここよ。でしょ、うん、出ないっす。え、ちょ、 B ちゃん行かして。出ないです。嘘やんけ。行けない。行けるよ、ほら列車に馬で乗ってきてるんだけど。なんで。あの、登る表記も何もないんです。ちょっと待って、それ馬で一回、うん、の前方の方に移動するしかないのかな。そうだね、前方で乗るしかないね。もしくは箱探していただいても。はいはい。ちょドクさん、ちょっと待って、馬で列車乗ってるやついるぞ。馬でね、列車乗ってきてんだよ。びっくりした。えらいやつだな。よし、行こう。逃げろ。ちょっと今分かったかもしれない。これ、あのカピターレの集め方が分かった。どうだ。どういうことだったんだ、結局は。ミッション中に、うん、あのカピターレがあちこちに散らばってるらしいんです。何？何？え？さっきいろいろほらあのパワーマンとかやったと思うんだけど、うん、あのミッション中にどっかにカピターレがあるんだ。これだ。本当だ。よしよし。でそれを集めることによってカピターレが増えるらしい。取る。取ってみて。あ、全然関係ねえもん取ってた。開封済みのなんか。ライフ回復薬じゃないですか、それ。ああ、これだ、宝石袋。ああ、なるほど。それがカピタレかな。わかったかな、なんか、ここに入ってる。ねえ。あ、完全にこれ。宝石が回収されて、うん、引き落とし場所に届けろって。じゃあ、この今やってるミッション中にもあるんですか、それってカピタレ。そういうことみたい。じゃあ、残りのあの、マップに映ってる箱のどっちかにあるかもしれない、ね。そうなんじゃないの。あとなんか変なマーク出てたでしょ。ね、うん。そういうことみたい。このまま行くとバレンタインまで行くよ。引き渡し場所がどこなんだろう。ちょうどその辺りであの列車止めたら一番近いところ。止めちゃおうか、じゃあ。うん、待って。しまった。
そうやって集めるんだったのか。なるほどね。なるほどね。説明ちゃんと読んだら書いてあった。止めますよ。はい。はーい。よいしょ。よし、降りよう。これ、あれだね。見つかると難易度めちゃくちゃ上がるね。食ったなぁ。いや、まあまあ。いいじゃないの、それも楽しいのはね、それも味わいじゃないの、うん、その見つかんないバージョンもうまくこなしていきたいよね、うん、そのうちね。そう。なるほど。各キャラクターのミッションもストーリーがいろいろあって、うん、それを一個一個クリアしていくみたいだね。なんか今ちょっとジェフじゃねえ、さっきの怖いジョーのとこに行ってるんだけど、うん、あえてで見てみたら、説明書で読んでみたら、うん、報酬は現金とゴールドで支払われるけど、どうした、うん、ビーちゃんのまだつんのめってひっくり返してたけど。で、敵の所持品、金庫、箱を探ってカピターレもくまなく探さなきゃ。なるほどね。じゃあ死体を探さなきゃだったんだ。なるほどね。そうそうそう。金馬出てきたから、あ、そうなのって思ったけど、そういうことを多分ね、説明してくれてたんだよ、きっと。うん、普通にクリアすると現金とか話聞かないからこういうことになるんでしょ。ねえ、逆切れじゃないですか。乗ってきてたでしょ、話に。めんどくさいことになるじゃないか、これで。カピタワレ、あ、じゃあ結構くまなく探すんだ。結構ね、溜まってたかもしんない、俺ら。あの花火やってる、花火の打ち上げポイントとかにもあったかもね、そう、ね、そう疑い始めると。ただ今やってるメインミッションの方に関しては、カピタワレを探そうとは書いてなかったから、もしかしたらないのかもしんない。準備ミッションゴールドが 0.3 に準備ミッションでも殺したら一生懸命探らないとですね。そうそう、探ってあちこちに時間使ってやっていくもんなんだね、あれね。うん、でね、そのミッションもなんか1,2,3って数字が振られてるやつもあったから、さっきのあのジムなんかもそう、うん、ジムも1,2,3ってさっき1をやったんだけど、ね、ジムの2、ジムの3があるらしいんだよね、うん、なるほど。で、メインミッションは1回クリアしちゃうと、うん、40分間できません、うーん、クールダウンが40分。伝説の賞金首みたいな扱いな、そうだね。でもこれあれだね、やっぱりそれぞれのカピターレ消費だからぐるぐる回せんね、多分そういうことかな、ね、確かに45分かりゃ。準備ミッションはソロでも多分できると思うから、うん、そうそう、そっちで貯めて、人はそれぞれ貯めといて、みんなで集まってやるみたいな感じだね。あ、これめっちゃクラブポイント報酬のやつ上がるね。うん、ほんと、さっき俺4かなんかだったのに今10になったよ。あ、そうなんだ。やるだけであるんだね。やべえ、じゃあ落ちようかな僕は。うん、よいしょ。今何時よ。俺もちょっと、もう1時半ですよ。もうそんな時間早っ。お前さ、仕事あるからあんまり遅くまでやれねえよ。なるほど、やっと理解した。そういうことだ。なるほど、ね、普段からちょこちょこ紙で、俺も今使っちゃったからもう35まで下がってるんで、うん、これを貯めていくんだね、またね。なるほどね。ちょこちょこやって。なるほどね。やっぱ難易度上がるほど、さっきの、うん、そう、メインミッションの難易度上げるほど報酬もやっぱ高いということらしいので。うん、で、なんだろう、準備ミッションをやりたくないっていう、金持ちは、盗品商で買うんですね。うん、ああ、そういうことね。そういうことか。うん、印象売ってんの、カピターレ。え、売ってましたよ、カピターレ。売ってたね、さっき。なんか、カピターレ買った人いたよね、さっきね。もう 0.55 ゴールドしかないよ。ね、やばいよ。もう次の、あ、ほんとだ。次の早打ちのやつ来たらどうすんのよ。え、課金じゃないっしょ。あ、大丈夫。あ、そっか、使っちゃったのか。戻ってくるはずなのに。うん。あ、でもね、ドクさん大丈夫だよ。なんだっけ、パスを最後までやったら25ゴールド戻ってくるから。はい。うん。ゴールドは心配なし。うん。途中で3ゴールド、4ゴールドってくれるから。カピターレを買っちゃうとね。買っちゃうと計算が狂っちゃう。おそらく足りなくなるけど。うん、だって俺今45カピターレあると思う。あら。何でも蹴られる。買ったから。俺は仕事を受けさせることができるね。いやー、ロックスターお金使わしたいんだな、本当に。リアルマネー欲しくなった。いや、でも、リアルマネー欲しくなったな。うん。今、やらしいな、ね、みんなさ、
財宝じゃねえや、宝で収集物でみんな持ってるからやりづらくはなってると思うけどね、うんうん、これをクリアすることによって最終的になんかあんのかな、大きなミッションを受けられるんだろうか、どうなんですかね、あのエメラルドと黄色いのと赤いのと集めた時に何かあるんですかね、うん、まあ、ちょっとその辺がまだわからないところだけど、エメラルドを手に入ったとかなんとかっていうそういうなんかアクションはなかったですね、なかったよね、ただ渡しただけ、うんうん、集めてこい言うから集めてただけみたいな、あの3つあったじゃんムービーで、あれをそれぞれ3つ集めたらっていう話なのかな、今それを言ってたんですけど、そうだね、うん、今それをまさに言ってた、話聞いてなかったな、また本当になんかどっかね、おやおや、あれどっかにスパゲティの皿落ちてました、今今スパゲティの皿落ちてました、今ファストラでどこに移動しようかなって見てた、よし、じゃあ今日はここまでにしますか、うん、そうですね、あんまり1日でね、ま、コンツメでやってもうん、じゃあ、おのおのカピターレは集めて、そう、カピターレは集めてたらいいんだよ、カピターレは集めて、また集まったときにみんなでミッションやって、そう抜けがけカピターレありっすか、カピターレ集める分に関しては、集めの一人で別にできる、わかりました、うん、抜けかけてもいいんじゃないですか、うん、昼休憩カピターレありっすか、在宅カピターレ中に昼か、うん、昼カピターレ、いいじゃないですか、カピターレ中にカピターレするのは別に全然いい、カピターレ中にカピターレは OK ですね、いいと思う、わかりました、うん、了解です、あーでも今別の全然ジェームズ・ランドンとか一回も行ったことないとこ行ってみたんだけど、同じタイトルだね、コピントンのエメラルド、あーなるほど、どこ行ってもそれは一緒なんですね、うんうんうん、わかりました、じゃあまた、なるほど、遊びましょう、あ、誰でもいいんだ、あ、じゃあ、うん、これだから商人と同じだよ、結局だ、ね、うん、みんなで最後美味しく稼げるだけ、そう、ね、まあ、 職業みたいにあげるもんではなさそうですね、うん、そうそう、あ、ちなみにもう遅いけど配達溜まってたんだけど、マイクやるじゃん、落ちる人は落ちて残った人でやるじゃん、知ったら俺ちょっと俺も落ちようかな、うん、じゃあお疲れ様でしゅ、うん、お疲れ様でしゅ、またやりましょう、またやりましょう、じゃあ A ちゃんのは、うん。